ランキング松田ひしょぼの勝成です。この番組はですね、ホールにある月間出玉ランキング、あれに乗ることを目指すといった番組になっております。でルールはですね、そのホールの月間出玉ランキングに乗ってる機種で実践をするという風になっています。で本日もですね、大阪府にあります天王寺ホール本館にて収録をさせていただきます。前回が惜しかった。最大出玉で15,000枚、なんとね、この番組で2度万枚をもう超えてはいるんですが、肝心のですね、月間出玉ランキングはこちら、変わらず1位から15位まで全部コンプリートです。なのでコンプリートするしかありません。で抽選がですね、250人以上いたんですけど、174番ということで、ああもうこれはちょっとね、バルブレイブ無理だなと。いやでもいいなと。なんだったら前回カラクリサーカスあんだけ言ってたんだったら、今回もカラクリサーカスにしようと思ってホールに入ったんですけど、なんとですね、一応バルブレイブ空いてましたということで、バルブレイブでいきたいと思います。いやもういつも言ってますが、今日も今日とてコンプリート一択を狙って頑張っていきたいと思います。よし、バルブレイブいきます。まさかこの番号で取れると思わなかったんですが、まあそれにはね理由があってね、僕のいるとこ、ここら辺6台7台ぐらいが綺麗に空いてたのよ。そこだけ多分おそらくね、昨日この辺が並びで当たりだったんだよね。僕が今これ打ってる台もね、多分おそらく、まあ、設定があった状況だと思うんだよね。だからちょっと不安ではあるんだけど、逆を言えば据え置きとは言わんけどね、同じ設定でやってくれないかなっていうちょっと期待感を込めていきますね。6枚目、さあ一発目のチャンスゾーン。いやー、金馬か。おっと、リプレイで取った、OK。革命。じゃあ、レギュラー。決戦スタート。耐えて。耐えです、瞬殺。早。瞬殺。ダメだ。ダメか。お、当たった。しかもアキラやるぜ。マジかよ、この展開はまずい。奇数しさ2回目やないかい。49,000、446ゲーム、500のゾーンね。クレー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 、これダウン。これロック枚目、まあ今は6枚目入りましたけど、まあ、レブレイブ打つときはですね、心を穏やかにするために思ったらですね、この投資額も半分にしちゃいましょう。今3枚目が入ったと思えばね、全然余裕でしょ。いやー、200で当たるとこんな早いんだね。やっぱ大事だね。ライゾー、161ゲーム5万4000投資。まあ、今1300ぐらいボーナス感でハマってるから、まあいいっちゃいいけど、勝てるに越したことはないと。チャンスゾーン3スルーからの、あ、当たった。大事。よし。いやー、なーにマジでマジで、もう絶対エティ入れる。さあ現状今んとこホールドしてません。ただレアークも効いてないで、この辺だよね。この10ゲーム過ぎたあたりからホールド煽ってきて、ホールド入っちゃったりするのよ。やめろよ。でこれね、まあ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 、これ入るのよ。ここ耐えろ。ここ耐えたらいけるから。あれマジでマリエ覚醒いけるぞって今なってるよ俺は。いやー、行ったわ。行きました、マリエ覚醒。これしか方法はなかった。さあ今日初の AT 革命ラッシュ最高。もうこの辺は難なくいきましょう。オッケー、ボタン飛び出し。やっぱバルフレームはね、ここでリーチをかけたらひりつくのよ。だからここも早くで、じゃあいけるよ。おし、来たよ。
あと1回ここだよ、ここが一番楽しいからマジで、ここよ。もう 1,2 ゲームで決まると思います。なんか流れ的にもう3ゲーム目まで行ったら諦めよう、その気持ちでこうスッていける気がする。この流れなら来るよ絶対来る、消えない、大丈夫、ふい、行った、よし。いやー、やっぱこの瞬間のためにだよね。まあとはいえ5万4000投資なんで、有力感を切るまでにはかなりあるから、まあこの辺でそれはね来てくれたら嬉しいけど、ちょっと一旦様子見だね。なんて言ったらここで来ちゃうみたいだね。ないか、そうだよね。でもやっぱここのレバー叩くの楽しいね。いくぜ、うわレバーでいった、早くね。まあ今結構使っちゃってるけど、この台本当に有力感を切ることが大事で、まあ前にも話したことあるんですけど、僕その六角下台で有力感切ってから4000枚ぐらい飲まれたのかな。そっから入った超革命ラッシュ21連したんですよ。21連して何回ドライブ来たと思います？4000枚飲んじゃってる状況ね。まさかの1回だったんです。だそういうことがあるから、やっぱり有力感を切るっていうことが本当に大事。いいよ、 OK。 いやー、キン鮮やか、静寂、音がありません。アップな、あーし、来ないか、全然来ねえわ、ダメなのか。ちょっとかかってんな、大丈夫かこれ。そうだよね、なんか怪しかったもんね、空気感やば。これよ、3ゲーム目に来てるからね、これだよ、たまらんやんけ。こんなん絶対揃うからマジで、もう流れがそうだもん。まあどっから押してもいいけど、もう絶対揃うから、この 100% 揃う。ほら、え、マジマジかよ。いやいや、まあ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 、今もう3ゲーム目に来たんなら OK としよう。いやー、まだ諦めるな。いやー、来た、勝つ。あー、ボタン光ってる、めちゃくちゃ頑張るやん。なら全然だな、そ一回も止まれ。いやー、まあね、ないってことか、分かった、いいよ、もうないとして打とう。いいよ、えマジ？は？どこが？まああれですね、四五郎ですね、四五郎は確定したんですけど、どういうこと？20連で0回だよ、ドライブ四五郎なのこれ。まあそれはバリエ入ってるしね。とはいえさ、いくらなんでもちょっと20でドライブ0は寂しくないか。オッケー、いいよ、なら強チェリーだし、そろそろ。なんで、おい、どこがこうせってやねん。まあまあまあ、っていうのは、まあ、こういう、なんかいい勉強になったら俺もで、今2500枚突破したんで、投資が2538枚だから、まあこれで今プラス益になる。まあ有力感切るにはまあ1000枚ぐらいか、プラス3枚で。でもまあこれ明確じゃないけど、まあ俺は意外に700枚とかでも切れるんじゃないかなと思ってるんだけど、いやー、ここまで来たら有力感切ろうぜ。こっからだから、おい、こっからだからな、やっと今スタート地点に立ったからな。
よし、あぶね、ちょっとあぶね、マジでなんなんだよ。よし頼むよ。あー、やってない、こっからだから本当に。よし、そろ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 感じろ、あの音全然だわ。いつか来るから、なぜなら高設定だから、この台絶対いつか来るから。頼む、耐えてよ、ここ。いやー、また追い込まれてる、やっぱいか、やばいのか、ケロ。あー、ダメなんだ。いやー、やっと今からなのに、あと数百枚で有力感切れんのに、一回もドライブ来てねえじゃねえかよ。なんで仕事出たんだよ。いやー、いいねー、300台、246ゲーム。もうちょっと今日チャンスゾーン外しすぎてるから仕留めるわ。全然当たんない。今日2回目の3連続スルーからの外れろ。外れた当たりです。アップで革命で、オーケー。いやー、ちょっと厳しいか。でも頑張ればいけるよこれ。いけるね。外れた。強烈はホールド確定。待って、4ナビ以上欲しい。4ナビ以上だったら勝ちなんだって。あー、雷蔵で、雷蔵は約 72% が2ね。だ、 28% で4なんだよ、4以上。ここ行かないよ、まずいかもしれん。頑張れ、めっちゃ大事。あと1回頼む、いける。よし、この差はでかい。よくいった。さあ2回目、現状なんとかプラス域だから、ここ通せば来るよ、ついにドライブが。いやー、そう来る、共通ベル引いてんのに。はい、よくあるやつ、引き戻すしかないね。85分の1引いてないだけよ、ピエリは。ここね、消えた、消えたわ、マジで。いや、大事なんだってこのラッシュ、マジで。ここ超入ったら本当にドライブ飛んでくると思うから。いや、とはいえあと2回か、あと2回あんのか。いける、俺は絶対いける。どんだけ超革命ラッシュに入らなかったあの時間を味わったよ。ここで帰ってくるっしょ、スッとスッとスッと。あ、これダメなやつだ、これダメなやつだねー、感じてた。おーし、490マリエ、600のゾーンね。マジでリプレイでいい、リプレイでいい。どんだろう、 OK、 頼む、普通か、 OK、 いいね。いや、いける、引こう、引けばいいだけ。いけるよ、あと1回ね、絶対いける。よし、でか、もう超入れる。今ちょっとマイナスぐらい、3枚。まずこの腹切りチャレンジの状態を見よう。いいね、あ、これいける、これ今いける、これ結構いける、これはいける、マジでいってる、もういってる、もう超入ってる、これマジで、マジでいける。いやー、強気でいってんのに気持ちはね、やば、ここではやばいって、これは震えるって。
さっき揃わなかったら揃うよ、マジで揃う気がする。いやー、必ず狙おう。ちょっと変なとこした、いける、いってた、いってない。まああんまここ行かないよね。めちゃめちゃ大事な腹切りチャレンジね。今サマイでこれでプラス500枚ぐらい、これほんと超いったら有利区間ほぼ切れるから、死ぬほど大事。てかもういってる、絶対いってる、俺はそう信じてる。やる、ほらマジで腹切りドライブかつ100です。100も濃厚なんで、ってなったらもう引くのが一つよ。で頼む、ずれないか、ワンチャン、ワンチャン、あった、どこまで行ける、どこまで行ける、あー行かないか。いやでも OK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 、 一番いいタイミング、いや今のはやばいよ、ここ2個点灯であの演出はやばいでしょ。この瞬間よ、この快感のためだけにずっと打ってきたから、やれる時のバルブレイブほど楽しいもんはないからね。ただそこにたどり着くまでにめちゃくちゃ大変なのよ、もういくら使ったかもわかんないし。うわあっち、こっちかー、これはさすがにでも共闘だろう。 OK、 いっぱいは乗せてくれなかったけど全然いいよ。あのびっくりマーク3つの時に上チェリーのやつ、今さっき下チェリーだったけど上チェリーのやつね、あのチェリースイカね、あれ止まったら一角なんですよおそらく。なぜならジャックチェリーオア共闘薬なんで、仮にジャックチェリーだとしても、いやいやいや3つびっくりマークでジャックチェリーってどういうことっていうと、まあ上乗せ 1% 取りましたよってことなんで、あのパターンだと一角なんだけど、さっきのパターンだと強チェリーがあるから、強レア薬は外れてることがある。これ今結構実は美味しくて、でまず初期ストックあるでしょ、で強投薬あるじゃん、で2ストックはこの後必ず続くんだけど、今枚数はこれ で4365でしょ、258ぐらい、5万4000投資だから、であとちょっとでプラス3枚2000枚超えるんですよ。で2000枚以上になれば必ずエンディング行って有利感切るんで、これいけるな、エンディング飛んでこないってもいいんだけど、とりあえず20がいいよね。あーまあ10と、で当然今の V ストックが飛んでくるタイミングでは有利感を切ってるわけはないんで、まあ、大事なんだよこれ、地味に大事なんだけど、2000枚3枚で超えちゃえばプラスになればエンディングに行くということは、もう自然と2400枚だから400枚ぐらいお得にもらえるのよ。ここで来んの、でも50でしょ、え100なの、なんで、ね、そうだよね、でここで切れると、まあ50ゲームとかでもよかったし、明日のタイミングでドライブ来なくてもまあ感想はいけてそうだったね。さあむちゃくちゃ大事な腹切りチャレンジ、もう明確に有力化の切断が分かるわけだから、とにかくまずここ継続ね、継続さえしたら来るから、完璧、来るよ、来なかった、いやー今来ていいじゃん、まあ、こうなると、まあ、設定面かつ状況、有力感切断の状況っていうのを加味すると、今腹切りドライブの期待感がめちゃくちゃ高いわけよ。ってなったらなんかそういう演出また出てきてくんないって思っちゃうよね。ここでなんか起きろ、まだだよ、なんか来い、分かった、継続でいい、ごめん余計なこと言ってやめてくれ、継続でいいよ、ごめん余計なこと言った、調子乗った、継続でいい、継続でいい、あー最悪、ちゃん大事なとこよ、7連で2860、うわ遅っ、やってるわ、完全にやってるわ、これはやったわ、完全に、見てねー、
マジワンチャン。あ、うまっ。最終ゲーム京都当たり、キック、そっちですか。よし、いいね。あと1回、めちゃくちゃ大事。頼む、マジで頼む、めっちゃ大事なんだって今。いける、よし、まず第一関門突破。でもこっからまた3回ね。いいよ、ここで決めろ。よし、これいける、バイブね。これマジでいける、いけるやつだこれは。やっぱいけるときはあっさりいくんだって。ここで、ここで絶対大丈夫。よし、なら飛んじゃえ。ないか、前戻ってきました、速攻で。これもうこっからマジであるから飛ぶ可能性ないんかい。おい、飛んでたらやないかい。飛んでて100だったらや。あれ、いけ、いかない。どうした、さっき自力で1回しか継続させられてないから大丈夫。なんでマジで、頼む。いや、保証点。うわー、いやー久しぶりに来た。なら、あーでも OKOKOK、 もう継続しただけ OK。 頼むよ。よし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 、来ない。いや、いた、いいよ、もうない、完璧。なら、なら、ね、引いたし、いかない、低いね。飛ばない、うわー飛ばない。だからここでしょ。いやー、なんで大丈夫、消えない。なんか大事なタイミングで全部ダメじゃん。13連。いやー、やっぱ6はないってことか。あかん、また君かい。握だ、絶対絶対いける。なんでマジで、誰かうまくはいかない。残念。いやー、いかん、算する、これはダメだ。2回目の水着、さあ行こう。 OK、これでいいのよ。お、しかも革命ボーナス、桜柄ボタンは革命ボーナスです。連敗4もいい音。いや、さすがにいける。いや、大丈夫だね。これであと1回か。 OK、 さあ行こう。今5500枚だから、まあ言っても最大出玉から500枚ぐらい減ってる感じですね。よし、これいけるやつじゃない？うん、いける。大丈夫。あ、これダメ。よし。あー、危な。あと1回。いける。ここで。オッケー、飛べ。
飛ばないさすがに。いやーめちゃめちゃ超入るじゃん。5の4で入ってるよ。なんで飛ばないか。いやちょっとこれ時間的にラストチャンスだな。今18時、2時間で万枚ちょい、あギリギリ。これが伸びたらコンプリート可能。いやちょっと飛んでほしいんだけど。いやでも欲は出すな。もう一個一個継続させていこう。大丈夫。いや嫌な予感しかしね。これやだ。もう最悪じゃん。保証ない。いやでもそろそろでしょこれ引き戻し。マジで頼むって。ここね、あってい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 あったあった。うわあぶねえ。マジで飛べ飛ばない。ありがとう。まだわかんないよ。コンプリートチャンスはあるよ。大丈夫か。よし注目。うわー紙一重紙一重。いくぜ。大丈夫。現状腹切りドライブの確率はですね42分の2です。1位かなんだけど。どういうことマジで。まあざっくり言うと、ドライブの確率は1で 10% 6で 25% と言われてますね。いやでもどっかで来るよ。俺は待ってる腹切りドライブを。いやー早い。よし。来ない。オッケー。やっと来た。ならならなら50。まあいいか。うわ惜しい。紙一重だって。何これ100だったら200、300、400、500、600、1000やないかい。え大丈夫。ここは大丈夫大丈夫。絶対大丈夫。なんで。はいや。ダメ。11連。伸びねー伸びねー。マジでここだ。頼む。なかった。ダメ。はい、ということで実践終了しました。まず結果の方だけお伝えしたいと思います。投資が54,000円なので、2538枚で、回収が5917枚ということで、プラスの3379枚という結果に終わりました。いや結果としては良かったんですけど、まあちょっと悔しい部分もやっぱありますね。どっかで伸ばせてたら万枚その先ってコンプリートっていうのが見えただけに悔しいんですけど、まあ4、5、6枠が出た、それはねマジで良かったです。あれ出てなかったら多分やめてたんで、それは良かったんですけど、結果的に、腹切りドライブが45分の3ということで、これに関してはめちゃくちゃ悪い。まあただね、なんとかやっと確定画面を出せることができて、まあ良かったかなというふうに思います。はい、ここまでご視聴くださった皆さんありがとうございます。もしよかったら高評価に、コメントの方をぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、今日は4、5角が出たんですけど、コンプリートはできなかったということで、またいつの日か必ずコンプリートしたいなというふうに思います。ありがとうございました。